NHK マイル2021ホーアマゾンより買う価値ある。皆様こんばんは。稼ぐ情報競馬データ検証のヤギューでございます。本日は5分でわかる外牛データ編ということで NHK マイルカップ2021をチェックしていきたいと思います。それではこちらが本日のメニューでございます。まず1つ目、過去の NHK マイルカップ外牛傾向を学ぶということで、外牛馬は過去の NHK マイルカップでどのように構想しているかを確認していきたいと思います。そして2つ目、今年の NHK マイルカップはどんな馬を狙うということで、過去の傾向から今年狙っておくべき外牛馬のポイントを押さえておきたいと思います。それではこちら NHK マイルカップ2018年の傾向でございます。1着は K.I. ノーテック、2着がギビオン、3着はレッドベイロンでございました。この年は全ての馬券馬が在給調整となっております。そしてこちら NHK マイルカップ2019年の傾向でございます。1着はアドマイエマーズ、2着がケーデンスコール、3着がカテドラルでございます。2着のみが在給調整となっておりました。そしてこちらが NHK マイルカップ2020年の傾向でございます。1着はラウダシオン、2着はレシステンシア、3着がギルデッドミラーでございました。この年は1着と2着が外給調整となっております。NHK マイルカップ2021年狙うのはということで、大きなポイントが見つかりました。アーリントンカップ負けて在給の法則でございます。2018年3着のレッドベイロンはアーリントンカップ3着、2019年3着のカテドラルはアーリントンカップ2着、2020年3着のギルデッドミラーはアーリントンカップ3着でございました。それぞれ外給調整ではなく在給調整となっておりますが、アーリントンカップは勝ち馬よりも2着3着を重視するのは良いのではないでしょうか。最終的な外給馬やデータ該当馬に関しましては、週末出走馬が確定いたしましたら LINE でお送りさせていただいております。下の概要欄から1秒で登録できますので、ぜひ登録してお待ちください。本日も最後まで動画をご覧いただき誠にありがとうございました。皆様の予想や見解もコメント欄でお待ちしておりますので、ぜひお寄せください。レース前の平日も予想で盛り上がっていきましょう。そしてこれを YouTube をやってから楽しみにしておりましたが、チャンネル登録、グッドボタン、ぜひお待ちしております。大変喜びますのでよろしくお願いします。そして LINE では最新の外球情報をお送りさせていただいております。サイト内でもなるべく早くまとめさせていただいておりますが、最終的な外球情報に関しましては LINE でお送りさせていただいておりますので、ぜひ予想にお役立ちいただければと思います。概要欄のリンクから1秒で完了いたしますので、ぜひ登録してお待ちくださいませ。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。